はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬を迎えると起こる家族の変化です、ね、飼い犬ちゃんを迎えると家族はね、こういう風になっていきます。自分も含めてこうなっていきますよ。それを今日3つにまとめてみたので、今日それをね、お話していこうと思います。もうこれからね、子犬ちゃん、迎えようかなとか、迎えたってどんなことが起こるのかなってワクワクしてる方はぜひチェックしてみてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄ですね、それぞれチェックできますので、よかったらチェックしてみてください。はい、というところですね。まあこのね、こんにちは迎えると変化なんですけども、これ3つね、ないです。もう早速行きましょうか。まず1つ目なんですけども、人とのつながり、はい、2つ目が健康、歩いて健康になります。最後3つ目っていうのが家族の会話が増える。こういった3つは必ず起きます。で、そのね、3つのね、変わる理由なんですけども、やっぱり人のね、行動が変わるからです。人の行動が変わるから、やっぱりね、そういった変化が起きてくるわけなんですね。例えば、人とのつながりね、これに関してはやっぱりワンちゃん連れてると、ワンちゃん散歩に行くとね、犬の友達がおったりだとか、あとは、犬好きな人がおったりとかでして、なんかこうね、しかも散歩の時間で大体みんな一緒なんで、ほとんどね、あんまり変わんないんで、なので、あ、いつも見てるねみたいな、いつも会うねみたいな形で少しつながりが出てくるわけですよ。あとはこういうしつけ方教室とか通うと、飼い主さん同士のつながりだったりだとかっていうのも生まれてきます。はい、これ一つ目ね。で、次二つ目ね、健康、まあこれ何かっていうと、さっきのね、散歩です。はい、散歩、やっぱり散歩に行くと、やっぱりもう歩きますよね、嫌でもね。はい、なので必然的に飼い主さんが健康的になってきます。運動って絶対大事ですからね、人もワンちゃんも。散歩しないっていうのは、ほんまにもうそれはね、不健康に なりますよって言ってると一緒ですからね、心も体もね、いうところで、ね、そういったことで、まあ、心も体も健康になっていきますよ。で、最後の3つ目ね、家族の会話が増えるってことなんですけども、やっぱりしつけをしていくと、なんだかんだ話すことが増えてくるわけですよ。本当にご褒美あげてね、ご飯あげたとかね、なってくると、今までね、なかったような会話とかがやっぱり出てくるっていうのはむちゃくちゃ多いです。こんなこね、まあ、ネガティブなことだけじゃなくて、こんなことできるなってんとか、こんなところ行ってんとか、こんなことがあってんとかってやっぱ話すんですよね。なので、まあ、そういった形でやっぱりね、人の行動、ワンちゃんを通じるとやっぱり人の行動が変わってくるんで、なので家族がだん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 変わってきます。はい、なのでね、ぜひね、これはね、ワンちゃんを暮らしている方はもうそれをね、楽しみにっていうか、してほしいかなと思うところですね。なるほどね、確かにうちもちょっとね、そういうの変わりましたよって方はね、よかったらいいねとかコメントいただけると励みになりますので、よかったらお願いします。じゃ あ逆効果になる場合をちょっとお伝えしておきましょうか。迎えることによって家族がなんか良くならない、はい、これもちょっとお伝えしておきます。それでは今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今回は子犬を迎えることによって飼い主さん、家族が変化していきますよっていう話だったんですけども、逆効果、飼い主ワンちゃんを迎えることによってなんか家族感が良くならない、逆になんかよく悪くなった。それはやっぱり、あれですね、しつけに対しての問題です。はい。やっぱりね、嫌になるんですよね。嫌になっちゃうから。なんでそんなしてくれんかったんとかってね。協力してくれないとか。やっぱりしつけっていうのはあくまでもこれはツールであって、で、それを通じてどういった家庭を迎え、ね、どういった家庭にしたいのか、どういったワンちゃんとの暮らしをしたいのか、っていうのはね、だからしつけることが目的じゃないんですよ。あくまでもツール。であって、それを使ってどういったワンちゃんとの関係性を育みたいですか、ね、どういった家族との会話をしたくてそういったしつけをしますか、ということはしつけ方がめちゃくちゃ大事だってことなんですね。なのでやっぱりね、しつけ方っていうのはめちゃくちゃ大事だっていうのを覚えておいてほしいかなと思います。やっぱり怒るってとこ眉間にしわ寄るんでね、はい、ネガティブになりますから、ぜひポジティブにやってほしいかなと思います。まあ、そういったね、しつけの方法っていうのもね、うちで言うと入学説明会っていうのをお話ししております。まあ、しつけ教室のその前のお話ですね。ね、しつけ方教室どんなんですかね、しつけってここ一番大事なんですよっていうところをね、家族で笑顔になりながらやるための方法っていうのをお伝えさせてもらってます。それもね、下の概要欄の方に貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。今回はね、しつけのね、というよりかは、まあワンちゃんを迎えることによってこういった効果が出てきますよね、いいしつけ方してるとこうですよ、悪いしつけしてるとこうなっちゃいますよっていう話をさせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。